皆様おはようございます。ただいまの時刻は7時半ですね。今日はポイントを 3,4 箇所回って、この2つのルアーだけで釣ろうかなと思ってます。これが新しく発売されたケータの58ですね。で、これが前回、よく釣れた UK シャットワーム、この2個だけ投げようかなと思います。なので同じポイントでルアーを3個も4個も投げる必要ないんで、立ったか立ったかポイントを投げてはすぐ移動していこうかなと思います。じゃあまずはケータ58をちょっと投げてみます。どんな動きなのか。ちょっと動き出しが遅いような気はするんですけど、動き出したらしっかり動いてくれると、これだったらチヌも確実に釣れるかなと思います。このサスペンド感は、いいですね。サスペンドちょっと沈むぐらいちょうどいいと思います。チヌにはちょうどいいかなと思います。やっぱりルアーが小さいだけあって、手に伝わるルアーの動きっていうのはものすごく明確ではないですけど、ちょっとなんとなくわかるっていうような程度ですね。場所移動してきました。釣れるかな。今ストップ&ゴーで、ちょっとまだ水温が低いで、チヌの活性もそこまで高くはないと思うんで、食いやすいように間を与えてはいるんですけど、食ってこないですね。わあ、チヌが追いかけてきている。チヌが追いかけてきてましたね今。わあ、チヌが、これをちょっと何頭か投げて陸に戻ろうかなと思ってます。もう水位がかなり上がってきて、ここへいられないですね。いいね、なんかこのブルブルくる感じ。シーバスおらんかな。なんか前回やった感じでは UK シャットワームをチヌの前を通すとみんな掃除で逃げてましたね。あのポイントだけかもわからないですけど、これはシーバス向けなのかなと思ったりもしますが、よう飛ぶね、こりゃ。ちょっと沈めて、ちょっと場所移動してきました。水の流れがね、やっぱ速いんでね、ちょっと重めの UK シャットワームでやってみようと思います。ここの水路の出口っていうのかな、を狙ってみます。おらんかな。特に来ないですね。ケータ58に変えてみました。
それといって何も追いかけては来ない。ケータ58のただ巻きでやっています。おっしゃ、食った。なんか食ったね。そんな大きくはないけど、これチヌかな。おっしゃ、これチヌだね。食べよう。おお、いや、シーバスじゃんこれ。ちっちゃい生後が食ってくれましたね。おっしゃ、小さな生後が1匹手で取ったら怖いな。なんかこれまずは1匹40ないですね。ちっちゃい生後ちゃん、バイバイ。 OK、もう一回釣れるかな。ほら、さすがに興味はないよね。今の今虐待受けたのに。チヌおるかな。あ、おるね。チヌおった。全力疾走逃げてったけど。おーい、外れてくれ。まあ根掛かりしても取りに行けるんでね、いいんですけど。この水の流れめっちゃ速いだこれ。一般ピーポーたちはここで俺が一体何してんだと思うでしょうね。これ川の中まで入って、さて移動してきました。前回3匹ここでシーバス釣った場所ですね。今回は対岸にやってきてます。じゃあ同じ UK シャットバーも投げてみます。お、シーバスおるやん。そこへ、もう明らかにシーバスやん。それシーバスゴール、そこシーバスゴール、そこシーバスじゃん。それシーバスゴールや。そこ群れなって、見えてるやつことやつほど釣れにくいと、そういうことか。シーバスおるけどね。
バレた。惜しいね。お、ボイルショールじゃん。これ以外のルアーも持ってきておけばよかったと、ちょっと後悔しつつあるけども、しょうがない。そこおるよな、これ60ぐらいのが。おお、めっちゃボイルショールだ。そこにおるし、網ですくったろか、こいつ。不安な。目の前にシーバスがいるのに釣れないというこの悲しさ。そこおるわ、そこへ。そこにも。おお、めっちゃベイト感、サイズ合っとるじゃんこれ。完全にボラの子って感じじゃんこれ。一回ですね、家に帰ってタックルを交換してきました。場所移動をしてきました。さて、反応あればね釣れるんですけどね、今さっきは反応なかったんでね。あっちでこのベイトとサイズ感はほぼ一緒、一緒だけども食ってくれるか。わっ、シーバス逃げるわ。バーも見たら、追いかけてはいる。興味は持ってるけど食わない。これ食ったんじゃない？食った食った。根がかりかと思ったら食ったじゃん。おっしゃー。ラインに力がないからなかなか寄せれはしないけど、よっしゃよっしゃ、ようやく釣れた。サイズはよくわからんわ、これ。竿が柔らかすぎて死ぬかい。シーバスかと思ったら死ぬかい。死ぬかよ。竿が弱いと寄せれんね。その今弱釣られてる知能をデカシーバスが食ってくるとか、そういうパターンないんか。やばい、ギャラリーまで出てきたぞ。細いと、上げるのに苦労するな、これ。おっしゃ、取れた。チームだったが、しかもエラにかかっとるっていう。釣れたわけではなく引っかかったと。釣れがかりでチヌがかかりました。大きくないですね。はい、バイバイ。いやー、一匹
どうにか釣れましたね、これで。まあちょっと粘っては見たんですけど、食っては釣れないですね。さすがにもうこんな小さくても偽物なんだろうなというのがバレバレみたいで、なかなか難しいですね、やっぱり。